前申した通り僕は塚本幼稚園というところで講演をいたしましたけど、はい、おその森友学園というのはじょ常務団体と言っていうのかなそ、はい、そのとしたあるというのは全然知らなかったですねそれを青山うそつきだというのがそのさっき言った動画で出てるそうですけどそんなことうせ言ってもしょうがないじゃないですか、はいうん、それでだから森友学園に系列保育園があってこの意味不明ですけど高等、えー、高等学校の高等がついてて高等森友学園保育園と。

見積もが3種類出ててそれになって国から不正に補助金をこの不正です間違いなくねえもらっててそれをやっぱりもう返しましたと返しゃいいって話にはならなくてこれ必ずえこれは捜査を行われますえ内定だけじゃなくて強制捜査になる見通しですだからこの番組であのずっと申してる通りこれ事件なんですよね国会は事件追及の場じゃないんで事件が追及されて政治家が主職の手によって明らかに政治家の関与 その他のも含めて明らかになった場合に国会で責任を追及するのは本来の姿で承認喚問は強制だから信用できるんだっていうふうにそこそ共産党民進党も最近ずっとおっしゃってるけど、うん、だから昭恵夫人を呼べって言ってるけど、うん、とんでもないこの理事長がお見えになった時にそれは刑事殺人のおそれがあるから言えませんって言ったじゃないですか、うん、強制力って言ったてその程度なんですよ、うん、それはそうですよ捜査も何もしてない国会議員がね捜査機関と同じ権限を持つんだったら、うん いやじゃあ警察,や警察は何らでもあるんですか、3件分離しも何るもぐちゃぐちゃになっちゃうじゃないですか、あくまで捜査は行政の一環なんで、行政権と立法権は違う、こんなことも分からんのかと、変わらって、出直したこいって話ばっかりなんですよね。だからこれは事件ですから、事件がちゃんと解明され、それも本当は裁判の判決が出て、確定してから政治家の関与について改めて国会で追及すべきことだというのが、このニュースにも表れていると思います。 すみません、一回だけよろしいでしょうか、はいえー、視聴者の方からメールを、はい、ご意見メールをいただいておりますので、えー、よろしいですかね、森友学園問題で生じた辻元清美議員に関する疑惑について、うん、民進党が過剰ともいえる反応を見せているのはなぜなのでしょうか、メディアに拡散するなと強く求めたり、疑惑を報じた産経新聞を批判や法的措置も含めた抗議をしたりとかつて、えー、書いたらもうその,その社は終わりなどと報道に圧力をかけていた民進党の変わらぬ情報統制体質を感じます。えー、彼らはなぜ情報を隠し管理することをこの 飲むのでしょううかといねね、これ今まで言わなかった一つを申しますとね、はい、僕は虎ノ門ニュースでサービスしすぎで、えーはい、こ,このスタジオが、はい、僕をいつも窮地に追い込むわけです <laughs>、ね、後で何々呼び出しっていうのがあるんですけどあのですねこの森友学園事件は、はい、実は捜査機関は当初から事件として見てました、うん、で捜査機関があって情報機関なんですよねで捜査機関は逮捕権を行使しますけれど、はい 情報機関というのは見てるだけです。ね、で、これが怖いことにアメリカの CIA とかだったら、うん、見てて具合悪いと殺害したりするわけですよ。今の問題発言ですね。そこにアメリカ大使館がありますけど。でも過去にありました、実際に。はい、CIA の関与したと思われる暗殺事件はありました、はいはい。抗議されてもこれは僕なりに把握してますから。はいね、それで、日本の情報機関、これは信頼してください。少なくとも敗戦後、一度もそんなことはありません。はい、ありませんが、 この森友学園事件の非常に初期の段階僕はまだほとんど理解してない時にですね、えー、辻元清美さんの名前が出たんですよ情報機関の方から<ー>つまりいろんなその政権を倒す仕掛けをしてる中で、えー、あの辻元さんだけじゃなくて野党側の何人かが関与して、えー、これは問題だとだから今のあの加計学園っていうねあ,<ー>あ,のあれと同じで、えー、これは問題にしようとでその時に あのその段階からインテリジェンスの話とし,して、実はすぐ横の土地でね、はい、近い土地で、辻元さんの名前がまた出たりしてるんだと、はいね、つまり副大臣時代の時に、に、はい、もっとそのご,ご,ご,ごみの処理代が二厚くなったりしてるという話もあってです、ね、はい、それで、えー、僕はそれはっきり聞き流してたわけですよ、はいね、そうしたら、一番不可解なのは、その後インテリジェンスの側からです、ね、あの話はあないんだと、え僕、聞いてないんですよ、一回も、はい、当時は。 でもっと言うと、あのー、森友学園森友学園って言うから自分が講演したことある、ね、何年か前に、ええ、塚本幼稚園とのつながりも当時僕は実は分かってなかったわけですよ、ええ、それは後で僕も知ることになるんですけどもあの急に向こうから「いやあれは関係なかった」って話が来たんですよ、はい、で僕はその時にあのインテリジェンスの人に「インテリジェンスって政権側だけ向くわけじゃないですから、ええ、それはむしろ公正な話ですよね安倍総理の安倍総理の側にくっついてんだったらそれ 捜査機関そうなった大変でですす韓国よねだから諸外国の情報機関はそういうとこ多いけどでも例えば CIA なんか案外違うんですよ CIA は民主党議員がいやいや民主党の党員がものすごく多いですから共和党政権の今トランプさんのあれでも FBI も今トランプさんと対決してるでしょだからということはですね野党側の政治的圧力も受けるんですよねうなんかあったと思うそれで一生懸命聞くんですけど絶対分からないんですよ絶対分からないんですよ ななのかなと<ー>で正直僕もそれ以上のことを分かっていたら、はい、あの身を危険にさらしていつもさらしてますけどここで言いますけどそれ以上はどう調べても僕は分かんないですね<ー>で捜査機関がそこまで踏み込むかっていうのはどうだろうな今はそういう動きは感じられないですね<ー>こういうのよくないですよあの政,権政権交代が起きるのがやっぱり本来は民主主義のあり方なんで<ー>あの今朝の朝日も安倍一強を倒すにはどうしたらいいかみたいな記事が実際出てたけどね<ー> 森友学園時間事件を終わらせるなみたいなこともわざわざ書いてあったけどもあのそういう妙な政権交代じゃなくて今、政権交代望んでいる人が多いわけがないでしょミサイルを撃ち込まれてる最中にわ,わざわざ韓国の真似するんですかそうでしょそうじゃなくてまともに引き受けられるっていうことを考えるんだったらこの,なんかあのし妙な仕掛けに関わるような少なくとも疑いを持たれること自体がおかしいし今のご質問の答えといえばこれは民進党が身を切って説明しなきゃいけないですよ。はい はいよく言いますよね、これね、<laughs> はい、あの証言の中で、うんあの、例えば100万円うのものは一応横に置いても、ですね僕はあれも完全に偽証だと思ってますけど、えー、横に置いても、例えば天皇陛下が幼稚園に同行,行されたという明白な嘘があって、それも、えー、っと僕、その中身知らなかったんですけど、えーえー、後で調べたら、はい、あ要は1986年5月の。 時に幼稚園にお見になって幼稚園の園児さんたちが園児さんのね子どもたちが陛下に花を渡したって書いてあるわけですよこれあの調べたらですねそのまさしく1986年5月に全国植樹祭で陛下が大阪のお見になってるんですよでさらに関係者にですねあの口は閉ざしてる関係者ですから聞いていくとですねもう一回言います議員ですけどもっと記者ですからね聞くの方がありますから聞いていったらですねあれあの陛下が大阪のだしになった時に塚本幼稚園からも 多分、塚本幼稚園でしょうね。ええとは言ってなかったよ、ええ、さっきの保育園かもしれないけど、あ、塚本幼稚園でしょうね。あの、園児を連れて、要するに沿道並んで旗をったりしたと。<ー>ね、それが、幼稚園の埋めになって、ええ、園児が直接陛下に花を渡したって話にすり替わっていくんですよ。<ー>これは、あの、土曜日のカントレーズも言ったんですが、僕たちの身の回りにいるでしょう。ね。あの、例えば、どん、はい、なこと言うと、道ですれ違ってあの、いや、そうじゃなくて、例えば、 サイン会にお見えになって、僕がサインして握手したら、僕は長年の親友だってことに話がなってしまって、自分の中でもそうなって、この例あんまよくないけど、自分の願望が事実のものになっていくっていうのは、これはちょっと心に甘い言い過ぎだけど、心の癖として、虚言癖ね、ありますよね、これ明らかにそうですよね。個別訪問ででで消防署ののの方から来たたもすすみいなな感じよねああああまそれは意図的犯罪だけどえ 消防署の方から来ましたっていう言い方をしててからって言わないで聴覚器をねだったりとかあります、ね、あだからそれは意に犯罪だけどそうではなくて犯罪と、うん、要するに証,証言でなければ犯罪とまでは言わないけど困った強変役があって、うん、それを籠池理事長は知らなかっったとおっしゃいまししたよねしかし天皇陛下が来られたって重大な記載がホームページにあって知らないっていうのはいくらなんでもありえないでしょ。 だから、偽証に当たるであろうことはたくさんあるんで、少なくとも自由民主党の,その責任者から、そういう発言やってたら名誉毀損だということには、これはどう考えても普通にならないんですよ、今の発言も問題されるのかもしれませんけれども、はい、でもこれはやっぱり言わなきゃいけないことですよ、と、はい、いうか、そんなことは正直に認めた方がいいと思いますけど、僕はあの、今後のために、特に今も通っている子どもと父兄がいらっしゃるんですから、ね、教育直後の暗証自体は僕は今も間違ってるとは全く思いませんし。はい 僕は、あの父兄とあの子供はほとんどいなかったけど、ええ、国を愛する子どもを育てたいと思っている父兄に講演したこと自体も間違っていると全く思いません。はい、で、人間を一面だけで言っちゃだめ、狂、はい、言費があったら、その人は全部悪くて犯罪者だというのも違うし、うんね、これはあの、格言下さんはむしろ、市長は詐欺の疑い、あくまで容疑ですよ、これはこれ言っておかないとね、判決出てませんから、はい、容疑ですけど、そこに着目されてても、じゃあ、教育も全部違ってたかと、ええ、そ,れそうじゃないし、はい、でも逆に、例えば、 あの安倍さんの名前を子供に言わせたり、安保法制って言わせたのは、でもそれは加計池さん本人がその、証言の時最初に行き過ぎがあったってことをお認めになっていたわけですからね、だから天皇陛下のこととか、そういうことはやっぱりお認めになった方がいいと思いますね、僕は。はい、でただし、自由民主党が考えている議長の話ってのはもも、もう一個違う話です、ああ実は根本的な、あれはおまけしたんじゃなくて、えー、実はその、ゴミの処理代の方が、むしろその元決めた価格よりも上回ってたと。 おまけどころじゃなかったっていう証拠を、いや僕もそれ、自民、人から何々にあ,ある会合で聞いただけなんで、それを自民党が出すのは僕うか知りませんけれども、<ー>いずれにしろ、あの証言の中には、たくさんの問題になるであろうところは。